こんにちは。有吉沢子作「青い壺」の第2話を何回かに分けてお送りします虎蔵が会社を辞めて半年経つと知恵はついに根を上げてしまった。夫が来る日も来る日も毎日家にいるという生活は知恵が結婚して以来初めての経験であったし おまけに虎蔵は家の中ではガスに火1つ,つけるる。こともでできなないほどのの役立たずなのである朝は8時半に送り出せば宴会のない限り藩で押したように午後6時半に家に帰ってくるという月給鳥の暮らしぶりを特別なものとも思わずに何十年も続けていたのかと 今更のように知恵は過ぎた歳月しかた。結婚して3人の男の子を産み育て姑と姑に仕えて間に戦争があって家も焼かれ夢中で生きてきた月日であったが姑も姑も順を追って見送り子供は3人とも結婚して家を出てしまうと。 老夫婦二人きりの静かな暮らしができるものと思っていたがそれが暗に相違して知恵には負担の大きい老後になった自分一人ならば楽寝もできるテレビも好きな時に見て食事もありもので済ませることができる近所の友達に誘われれば 芝居の一つも見に行けるという気楽な暮らしであったのに家に虎蔵がでんと座っているとなれば万事の具合が変わってしまった食事が朝も昼も晩も一日に一度も息が抜けないというのがこんなにつらいものだとは思わなかった何しろ虎蔵は50年金属無遅刻無欠勤という成績だった 朝食はさっさととり朝刊を持って出て行ってしまう新聞をゆっくり読みながら食後の晩茶を飲むというのは日曜日の朝だけだったそれが毎日毎日が日曜の朝になっているおまけに虎蔵は朝からよく食べた「バカの三杯汁というけれど働きもしないのに」 どうしてこんなに食べるのか。知恵は心配になって米にには麦を混ぜることにした。おかげで知恵の方は少しも朝食がうまくなくなってしまったサラリーマンの妻にとってわざわざ台所に立って昼食の用意をするということも日曜祭日以外にはないことだった。それが、 虎蔵が毎日家にいるようになれば毎日一皿か二皿の料理を作らなければならない知恵一人なら昨夜の残り物か漬物でお茶漬けを食べるなりしてしまうところなのに虎蔵がいるとなるとそうもいかないカレーライスにしたってラーメンにしたって作るのは作らないより面倒だし 「おまけにに食器を洗う手間が倍になる。お父さんたまには出かけたらどうですか?」「運動不足になりますよ」「そうだね知恵の言うことに逆らわないのだが決して自分から出かけようとはしない」「茶の間を入れてたったみ間しかない小さな家だが」 掃除をするにしても虎像の存在はイライラするほど邪魔っ気で知恵は頭が痛くなった一方結婚をして独立しているはずの息子たちのところからは嫁が熱を出して寝込んだところへ孫が風邪をひいたとやら嫁の実家に不幸があって孫まで連れて行けぬとやらお母さんちょっと助けに来てくれという連絡が 三の家から次々とある頼りにされるのは嬉しいし孫の顔も見たいけれど虎像が家にいるとなれば前のように気軽く外出するわけにはいかないやむを得ず孫だけ預かってみたりしても虎像は孫の相手もしないで知恵一人が忙しくなるばかりだった考えてみると知恵は 数年前に息子たちから還暦を祝ってもらっていてもう決して昔のように若くもなければ元気でもない「お父さん掃除の間だけでもこの子たち連れて公園に行っててくださいよ」「そうだね」「二人の孫の手を引いて言われた通りおとなしく家を出て行く夫を見送ってから ひととおりのそうじをしてやれやれこれでひとりになったといっぷくしているとまごがふたりだけでかえってくるあらおじいちゃんは公園えんだよ。あんたたちおじいちゃんをおいてけぼりにしてきたのうん、だっておこってばかりいるんだもの。 今日はここまでといたします。ありがとうございました。